chat. トピックは cut it out. 出てけ。Well, close. 怒る時に使うからね、これは。Okay. If I, Yoko, for example, ね, there's a guy. Yeah. He keeps playing with your hair. なんかこう、髪の毛とかパッパッパッって触りに来る。He's flirting with you. ヨーコのこと好きだからね。パパパって。でもヨーコはもう、いい加減にしてよって。Get away! Cut it out! 視界から消えろ。そんなにあれじゃないかもしれないけども、はい、ちょっと Go away! っていう。何してんの？何してんのって。Cut it out! Cut it out! Cut it out! やめてよって。Cut it out! しつこい時に、誰かがしつこいことするじゃない？で、それをもうやめてよっていう時に、Hey! Cut it out! でもいいし、Will you cut it out? っていうと、なんかもっと疑問文になってるから、なんかもうちょっとこう、真剣に言ってる。Can you cut it out? っていうと、もうちょっと Will you よりももうちょっとレベル下、軽い言い方。で、お母さんが、例えば子供たちが、喧嘩してて、もういい加減にしなさい !Alright! Cut it out! Stop! って。そこまで。そこまで。もう cut it out! っていうね。Alright! Cut it out!そこでもう命令のように cut it out っていう強い言い方もあるし I said cut it out、yeah. cut it out って言ったでしょって I said cut it out だからそれもすごくこうお母さんが子供に対して言うとか本当にしつこい男に言うとかI said cut it out ってやめてって言ったじゃないっていい加減にしてよっていう言い方、oh. でそれに似てるのが knock it offknock っていうのは knock っていうのはコンコンコンの knock もあるし knock っていうのは knock over a cup knock it off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  yes それは cut it out と同じ使い方 hey knock it off right now お母さんが二人の子供たちが喧嘩してる中に入って knock it off right now ダウンタウンってすごいうるさいじゃんはい。ティーネイジャーがガー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 騒いでるじゃんそれ窓から顔出して Hey, knock it off! 言えないうるさいって言えない言ってみな窓を開けて何言われるか分かんない顔出さないで声だけ Knock it off! って言ってどこから来てるか分かんないから言えないだけどもううるさいってKnock it off! って夜ね結構夜中まで騒いでるでしょ、ね、寝て前そういうのはもう言われるがもう分かってるからさ言われちゃったみたいなそう言っちゃっていいよ、うん、ダウンタウンからだったらねもう結構慣れてるからそういう連中しょっちゅう言われてると思うその時に Knock it off! って Knock it off! の方がもっと強い強い強いもうやめろよってKnock it off! 使ってみてください。はい、使いますね、これ。もう怒ってる時に使うから、もうガーって言っちゃっていいから。はい、強く。